誰かのために愛するのなら皆様こんにちは、ツートムハウスワイフです。よろしく、こんにちは。はい、私ロサンゼルスのお家の方に帰ってきまして、かれこれ2週間ぐらい経っちゃったかしら。やっぱりロスはサングラスが必要なくらい眩しい青空。あた旦那様はですね、今ショールーム、ヴィンテージのショールームの方に行ってらっしゃいまして、今一人でございます。あ、ほっとしてるわ。お家に帰ってきて、スカイちゃんも久しぶり、こんにちは。かわいいスカイちゃんです。初めましての方。あ、旦那様が帰ってきました。こんにちは。今 YouTube を撮っています。おかえりなさい。グッドタイム、いいでしょうか。 Can I introduce you, my husband, Tristan です。I'm sorry, are you shocking me? Please. Oh, hi. ということで、今日も最後。Is it only fun? Oh, I didn't talk about the only fun. Can I? Of course.I have to say something, everybody. Listen to me carefully. My husband opened his account of OnlyFan.com. You know what I mean? OnlyFan.com. Maybe Japanese people, they don't know what they about do, the... They, they do. Maybe only gay people. It's kind of sexual. He's showing his...dick, you know what I mean? So my husband's doing, and then what I'm feeling, what I'm feeling now, I'm so happy. I'm so proud of my husband so much. Tell me what kind of picture you put it on. And maybe it's too much, it's too sexual, it's too private. How many subscribers today? I can't tell. Ah, he can't tell. It's a lot. It's a lot. So yeah, people pay for his account. 1 month, $6. So I don't know how much in Japanese yen, but it's kind of not expensive, but not cheap. But pretty cheap.Very cheap, he said it's very cheap, so it's okay. It's America. It's America. So, subscribe for my husband. Help our life. お願いします。ということで、いきなりの旦那様からの告白でした。コメントにもいただいたんですけども、ローラのモノマネがすごく好きですって。Yeah, her, Laura there. 今日の徹子さんのお洋服すごく可愛いと思う。うん、そうなんだ。ちょっと鼻声で似てないかもしれない。そうなんだ。なんだかよくわかんないんだけど、上からポンポンポンって降りてきたの。そんなことないよ。全然似てないよってね。こっちでね、ロサンゼルスで、ローラちゃんとお仕事してる子がお友達でいるんですね。メイクさんで。で、その彼女に、つーちゃんがローラのモノマネ最近ね、ハマってるっていうことで、ご報告したっていうか、披露したんですね、モノマネを。そしたら全然似てないって言われて。そうかな、そんなことないよ、すごく似てると思う。だから似てないって言われて、つーちゃん結構ショックで、練習に練習を重ねてるんだけど、なかなかまだ。私やっぱりハウスワイフ専業主婦ですから、やることと申しましたら47歳男性無職大麻所持。まあ帰ってきてやっぱエルウェイだわって思っちゃったのは、朝スカイちゃんとお散歩してまして、まあ9時ぐらいの朝ね。ですごい大麻の匂いがツーンとねしまして、あれ何どこからって思ったら、車で運転している黒人女性の方がね、車煙を口からふわーって出しながら、もうあなたのワンちゃんかわいいわーってニカーってするんです。もうそういうとこ帰ってきたエルウェイ、これぞエルウェイ。それとか、あと友達とこの
家の下で待ち合わせしてて、でなんかあまりにも天気が良かったものですから、つーちゃん手をこう上げてね、あー気持ちいい、ユニバース万歳ってしてたら、通りすがりのお兄ちゃんが同じようにね、こうやってぐるーって手上げて回って、そういうとこ、そういうとこすごい好きなの。 LA に帰ってきたって感じがする。英語でね、なんかこう whatever whatever って言うんですけども、まあ日本語でなんて訳していいかわかんないけど、なんかもうどうでもよくないみたいな、そういう感じ、どっちでもいいじゃんみたいな、そういう感じ、 whatever whatever。 天気いいんだからさ、なんかもうつべこべ言うのやめてさ、笑顔でさ挨拶したりさ、そういうテレパシーを交換し合ったりしてさ、それでいいじゃんっていう感じになるのが LA でございます。まあね、帰ってきたらまあほんとだだっぴろい、ということで、いきなりお出かけしたいと思います。ロサンゼルスの小春日和、ピンク色の、これは桜じゃないですけども、お花咲いております。で、私発見したんです、怪しい車が走っておりまして、今追跡しているところですね。何でしょうか、このカクカクしたロボコップのような、光ったわ。ていうか、これご存知ですか皆さん、テスラの新しい車なんです。で、帰ってきて初めて見ました。今回これがなんかロサンゼルスのビバリーヒルズのホテルかなんかに追突してたっていう写真、ニュース見たんですけれど、これどうですか皆さん、乗ります、乗りたいですか。テスラの新しいやつらしいです。ワオ、フューチャーリーズ、バックトゥザフューチャー。ドライブの方続けさせていただきます。この前ですね、旦那様とお友達とロサンゼルスから3時間ぐらい南に離れたところにございます、まあ荒野砂漠ですね、広い大地なんですけれども、まあこの辺にですね、何年かに一度お花が咲き乱れてますよということで行ってまいりました。ブルーミングシーズンということで、毎年必ずお花が咲くってわけじゃなくてですね、何年かに一度ということで、ちょっと足を運んでまいりました。まあ思ったほど咲き乱れてるわけでもございませんですので、まあちょっとがっかり気分もございましたけれども、まあ素敵な日帰りドライブということで、皆様とシェアさせていただきます。アメリカの大地、エネルギー皆様に届け。はい、という感じで日付変わりまして、来週1週間後にはですね、私と旦那様またパリに行く予定でございます。旦那様は10日間、つーちゃんは2ヶ月半いる予定でございます。まあそうですね、ロサンゼルスの滞在期間が1ヶ月もないぐらいでもまたパリに戻っちゃいますけれども、新しいアパートのね、準備とかサインとか、最後のね、契約のサインとか、また銀行行ったりとか、いろいろございますから、まあ、そういう意味では忙しく楽しみにしてる感じで、つちゃん の登録者の方がですね、この1、2か3ヶ月間の間に200人も増えたっていうか、まあ1、2年全然動かなくて、前回のアヤワスカのなんかアート展のやつとかで結構増えたみたいで、すごく嬉しい、ありがとうございます。 Nice to meet you。 でも他の動画を見ちゃってちょっとがっかりしちゃったりするかもしれません。私こういうものでございます。私が目標にしておりました1969人の時もですね、すごく下半身がうずいたんですけど、さらに次は6969人でしたね、9696人、まあいろんなね、目標がまたこれからも持てるということで嬉しいございます。で、今日のね、動画の最後はですね、私ロサンゼルスこの1ヶ月間何をしてましたかと言いますと、まあぐーたらぐーたらお昼寝したり、まあ夜テクノパーティー行ったりもしちゃった、朝5時まで踊っちゃってた。まあ
あとはドライブしたり、お友達を呼んでディナーしたり、旦那様が素敵な料理を作ってくださいましたりですね、まあ、そんな感じで1ヶ月近くあっという間で、その間にですね、私もう一つ久しぶりになんかお絵描き、つーちゃんずっとイラストとか描いてたんですけれども、もうこの 2,3 年何にもそのお絵描きモードにならなくて、何も別に YouTube の動画とか撮ってる方が楽しかったから、イラストの感じもなくて、パリにいた時もなんか全然降りてこないし、お絵描きしたい気分にはならなかったんですけれども、なんかね、子供の T シャツを作ってるブランドの方がつーちゃんにお声掛けいただきまして、つーちゃんのイラスト好きなんですけれども、なんかお絵描きしてくれませんかというね、オファーをいただきまして、マジと思って、つーちゃんのお絵描きっていうのは割となんかフェアリーエンジェル with エロス、エロティックな感じもいたしましたので、ちょっとなんか子供用とか言われちゃったらちょっと性に合い、ペドフィリアとか言われちゃったら嫌だなとか、だからちょっとね、そのエロスを抜いた感じで、こんな感じとかですね、光の模様がちょっと、このお絵描きがちょっと通るかなって感じで、いろいろね描いたりしてたんです。学校でちょっと見えづらいかしら、まあこういう感じですとか、フェアリーな感じですとか、まあ子供向けと思ってね、いろいろお絵描きしてみたんです。わかるかしら、伝わるかしら、なんでちょっとこれはエッチかなと思っちゃった。あれ、この前のつーちゃんアヤワスカのねアート展を見て、ちょっとね影響を受けちゃったりもしてるかもしれません。子供心に帰って描いてみました。ポエティックな絵いかがでしょうか。5、6万円で売ろうかと思います。そうですけれども、まあ、こういう七色のお絵描きでしたりですとか、まあ、こんな感じでいろいろ何十枚か描いて、まあ、そのオファーいただいた方に送ったら結構喜んでもらいましたので、よかったって感じで、そうなんだ、すごくいいと思う、まあ、それではですね、この辺で皆様とお別れしようと思います。今日も最後まで見てくださいましてありがとうございました。次回の動画はパリからになるかもしれませんということで、またお会いできる日まで楽しみにしております。ヘバラヘバラカバジョバラオマクショホオヒョラビホラバサホンガラヘアロホレガララー。